偶然ここまで来ますか。そうなんです。なんですよ。で、横浜に帰れないから泊まるとこを紹介してくれないかなって会場の女性の方に言ったら、アムリジャさんに泊まったらいいと思いますよ。普通ビジネスホテルの意味でしょ。運転していくのはどんどん山道に。今日はどこに来たんですか、八重先生。はい、今日はですね、大阪唯一の村、おはい、千早赤坂村というところにあります、薬草さん、アムリタさんに来ております。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、暗主の辰巳ひろみさんです。はい、よろしくお願いいたします。はい、まずこの馴れ初めから、はい、この出会いを、はい、そうですね、出会いの説明いただいてですね。説明は私ですか。はい。12月、昨年の12月ですね。うんうん、に、福岡で森田先生のお話し会ですかね。うん。まあヘナの森田先生がその、稲葉香織さんと一緒にね、はい、そのイベントが組まれていて、そこに来いと、はい、言われて来い。来いというかね、福岡に来いと、来ないって言われて、ね、まあ、それの言い方がいやらしい。来ないって言われて、ね、森田先生に言われて首を横に振る気はないみたいな、さもうシャワーでなんか忙しいなと思って、年末でしょと思って、で、まあ、ちょっと嬉しかったでしょ。嬉しかった。まだお出かけの用事ができたと思って、でどうせ行くならと思って、うん、はい、向こうでイベントを組んで ね自分のね、はい、その、ワークショップを組んで、で、八重さんも連れてね、向こうでこう、お客さんをね、向こうのお客さんとワイワイ楽しく過ごした次の日だね。はい、で、出かけたその場所で、その森田先生と香織さんのイベントでね。はい、でその日は森田先生にご縁が深い方が日本全国から集まったんですよね。そう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 、もうあの調子で、どんだけこの男は ここまで飛行機で飛ばしたんだと思って。だからね、ここ大阪から福岡に、ね、ひろみさんも来てくれて、出会うことができたというね。うん、でもなんかすごくいい出会いだった。なんかね、うん、僕はあそこに足を踏み入れた時点で、ある意味その集まったのは、森田グループだなと思って。森田一族みたいなさ。森田一族みたいな感じで、ね、そんな感じがあったんだけど、うん、まあちょっとそこの一員になったみたいなところがあるんだけど。うん、はい、ね、でそこで出会いがね、なんか素敵だなったなっ、はい。そう、ね、その時にご挨拶されてて。すごい素敵な方だなっていう印象がすごい残ってます、うん、ね、薬草のことをやってらっしゃるっていうこともあって、はい、ね、まあ、僕も田舎暮らしでその谷組に住んでるんですけど、谷組も結構薬草だとか野草で有名なんですよ。あ、そうなんですね。で、野草マニアが結構集まっ、はい、来てるみたいで、いろんなのが取れるらしくて、じゃあ私も一度行ってみて。あ、ぜひぜひ。まあ、僕ら何が何か分かんないですけど、姫ジョンは食べれるぐらいしか知らないですけど。あ、姫ジョン可愛いお花ですよ ね。このアムリタさんは、はい、どういう場所なんでしょうか。いきなり仕切り出した。いきなり仕切り出した。もう無駄まで仕切り出心身ともに弱っている状態でした、はい、で、まあ、それが、まあ、最初のきっかけが久高島に行ったことからこのアムリタのお店のストーリーが始まるんですけれども、はい、そこで、まあ、それ何年ぐらい前、今からだいたいざざっと14年か15年かなぐらい前に、はいはい、まあ、自分はもう病気で心配で、もう本当に沖縄に行ってる場合じゃないなって実は思っていて、これはもう病院に行ったらもう即入院みたいなイメージを自分で体の状態からこう察してたんですけれども、はい、沖縄の方たちとちょっと交流する会がありまして、あ、だったらあなたは久高島に行って会うべき人がいますってある方に言われたんですね。明日たまたま空いてますよと言われて、あの久高島に代々住んでいる方で、お母さんもおばあちゃんもあの薬草の治療をされてた。上地さんですね。上地さんのとこですね。そしたらお会いしたら、うん、とりあえず私は全くあの久高島初めてですってお会いした時に船着き場まで迎えに来てくださってて、まあ、あの男性の方だったんですけれども、うん、じゃ あの初めてだったら久高島って歩いてもね、そんなに大きな島じゃないので、まずあの聖地案内っていうのを私やってますので、一緒に島を歩いてご案内させていただきますっていう話の流れになったんです。はい、あれあれ治療は後なんだと思いまして、その時
で、まあその、まあ、綺麗な海じゃないですか、久高島のね、本当にね、ご縁は深いですから ね、 ね、あの、はい、あの綺麗な海だとか、それからお祈りするあの場所が ねたくさんありますから、場所とかを案内していただいた時に、それまで頭とかもう本当に心配でいっぱいだったあの頭の中がもう愛と感謝しかないの感じに、頭の中がガラッと変わっちゃったんです、その聖地案内で、聖地案内で。そしたらもうその綺麗なあの海とか見たら、もう涙がこうとどめなく溢れ出てきまして、でもそれは決してあの心配の悲しい涙じゃなくって、あ、もうその愛と感謝しかないなっていうふうに、何か自分がそこに、はい、チェンジしちゃったのが久高島だったんです。治療はまたその何ヶ月か後に、その上著さんの薬草治療を後で受けに行くことになったんですけれども、その時の自分の体験がこの薬草さん森田につながってて、あ、私も同じような癒されたので、同じようなことを聖地案内とか薬草治療とかに興味を持ったわけなんです。ご自身の経験が今のルーツに直接つながってるってことですね。そうですね、その出会いがなかったらここの場所もなかったと思います。なかなかの秘境ですねあれはなん薬膳料理って呼んだりとか、いや、そんな大したもんじゃなくて、自分ではシンプルと思ってるんですけれども、めちゃめちゃ美味しかったよね。美味しかった、あのまずお祈りから始まったのがすごい私は良かったですね。あ、そうですか、ありがとうございました、はい、やっぱあそこでちゃんとスイッチが入りますね。なんか何かしらのね、その準備が整うというか、なんかちゃんと襟を正して生きていかなきゃいけないなというか、ね、そう、なんか、ね、何事にもちゃんと感謝が必要だなっていうことで、ね、そう、感謝して食べてくださいっていうのがね、すごい響きました、うん、空海のお茶、そうですね、酵母茶って、酵母茶からね、あの和歌山でもあの胃腸に優しいあの野草茶として飲まれている、うん、あのお茶でして、うん、これがあの酵母茶ですね、はい、この香りを嗅いでいただくだけでもなんかね、癒される感じがして、自然の力で育ったあの天然の野草にこだわってまして、でその植物が持っている一番生命力あふれる時だけにあの野山に出て摘みに行っています。こだわりただそれだけです野草の力っていうのは本当にすごいもので、本当に荒れた土地で岩の中からでもこの地球奥深くに根を張って出てくるその生命力って素晴らしいなと思うんですよね。で私はもう本当にそれをそのままあのここに来てくださったお客様にその生命力をいただいてほしいなって思ってまして、そういうお茶作りを心がけております。いや、野草茶もいただけるし、ね、薬膳料理、いや、ご飯は本当に美味しかったです、ね、ゲストハウスというのはメインじゃなくて、まあ、あのあ、ワークショップとか、ワークショップとかで使う方がいらっしゃれば、はい、ってことですね、という感じでやらせていただいております、うん、そしてお食事もあのお泊まりも1日1組と決めてまして、うん、1組っていうのは2名様からお食事でしたら8名様ぐらいで、うんうんうん、本当に、ね、あのお食事に来ていただいても、この里山の風景を眺めながら、うん、ゆったりした時間で召し上がっていただきたいなというふうに思ってます。こうやって関わらせていただいて、はい、なんか素直な方だなと思って、その、うん、この状況とかさ、境遇というかね、そういったものから、うん、素直に何かね、そのキャッチしたものを実践していくというかね、その、実際に行動に移していくタイプの、方だなと思って、うん、なんかそれがこう立ち回りも含めて素敵だなと思ってですね、うん、本当にありがとうございます、うん、千早坂村っていうのはここだけじゃなくて、本当に自然と共に暮らしているような人がたくさんいるの で、ね、紹介したい人も本当に小林春さん、弥生さんに紹介したい方もたくさんいまして、そ う、 なんです、ね、そういうあの魅力的な村だと思ってます、うん、はい、じゃあ今日帰らない方向でそうなんです、いろいろね取材して、ね、はい、断食というかね、そういうことを定期的に、はい、あのやられているのにすごく興味を持ったんですよね。あ、それちょっとお聞きしたいなと思って。きっちりした断食というよりは、本当にあの週末にできるプチ半断食っていうイメージで うん、やらせていただいてるんですけど、はい、ただあのそれを始めたきっかけというのは、あのメスを使わない東京のお医者様で
鶴見先生という方がいらっしゃって、はい、その先生 の、 日本厚生洋学協会という会員の、まあ、会長さんの方がここにお泊まりに偶然たまたまなんですけど、はい、泊まられまして、偶然ここまで来ますか。そうなんです、不思議なんですよ。その先生はなぜ泊まったか、泊まったかっていうちょっと経緯を言いますと、富田林でその食育のセミナーをやった帰りに、うん、横浜の方で、いやちょっと僕も時間遅くて横浜に帰れないから、どっか泊まるとこを紹介してくれないかなって会場の女性の方に言ったら、うん、あ、アムリザさんに泊まったらいいと思いますよって言って、で普通そこでそれ言います。普通ビジネスホテルの意味でしょ。で私直接駅にその先生を迎えに行った時、うん、ここ山だから運転していくのはどんどん山道になって、先生がちょっと不安になられてね、アムリタってビジネスホテルじゃなかったですか。やばい不安な声で言わはったんで、はいはい、アムリタのことをご存じないですかってお聞きしたら、いや僕たまたま誰かからアムリタ聞いてって言って行くんだけど、あまりにも真っ暗な中走っていくんでちょっと心配になってっておっしゃって、まあでもそんなきっかけがありまして、でもその先生とは酵素のことちょっと教えてくださいって言ったら、いや僕は東京の方で定期的に、はい、判断時期合宿もやってますし、はい、酵素栄養学の教室もやっているので、なんならこの千早に僕が来て、数名でいいからそういう感じでゆるゆる始めていいですよっていうおっしゃってくださったので、できっかけで初めてまあリトリートっていう感じで1泊2日ですかね、はい、もう今はご自身でやられてる、先生はなしで、そうですね、指導で、はい、まあ、何回かその先生の指導の下でやって教えていただいたので、はい、うんうん、それをもとに今私はやらせていただいております。薬草で酵素を作ってそれを飲んだりしてってことですね。基本はやっぱりオーガニックの無農薬のお野菜を低速13にかけて1日2回だけそのスムージー的なものをいただきます。はい、ね、それも定期的に年に何回かやる。もうそれは希望者が集まって、季節が例えばやっぱりいいシーズンとしては4月5月あたりなので、そういう時に希望者があれば集まったらやるっていう感じです。しかも小グループで、まあ、せいぜい 4,5 人ぐらいがいいかなって思ってます、はいはい、ね、それに参加したい、はい、でその時にはウォーキングを、森の中を歩いてウォーキングしたり、温泉に行ったり、で朝ちょっと瞑想したりとか、そんな時間を判断時期の中に、メニューとして、メニューというかプログラムで入れております。神社のね、その祭事に参加をさせていただいたりだとかして、その神社にまつわる、そのルーツの話だとかそういったものも、はい、丁寧に書いていただいて、この人なんかこう祈りとともにあるなと思ったんですよ。ね、そうですか、そう感じて、こう神様とともにあるというか、そうですね、その神様の駒使い的なね使いっぱしり的な、まあでもね、神様が、ね、好まれる、ね、そう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 、愛される、それもね、やっぱり不思議なもので、私もそんな何か宗教とか信仰を持ってる人間じゃなかったんですけど、やっぱりこの千早に来てからそういう風にどんどん変わって、まあ後ろに神棚あるのも別にこれ特別何か宗教があるわけじゃなくて、やっぱりこの土地を守ってくださる神様というのがやっぱりいらっしゃいますので、それを祭りして、まあ手を合わせてるぐらいのことなんですけどね、そういう祈りの中にいる方だもんだから、なんかこうつながりからつながりでこうどん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 ね、そのいろんな話が展開していくのが、まあいわゆるね、そのスピ系の話でいうとシンクロとかって言うんだろうけど、その自然な流れがあって今ここにあるみたいなね、それがなんか美しいなと思って、ありがとうございます、なんかすごくね、そういう方がいらっしゃる、このサーンがね、素敵だなと思っておりますので、皆さんぜひですね、はい、大阪、千早赤坂村の、はいはい、唯一のね村、唯一の村ですね大阪の、はい、薬草さん、アムリタさんへ、はいはい、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございます、はい、今日はどうも本当にいいご縁をありがとうございました。ありがとうございました。
いいねとコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録のこのベルマークもしてね。 DM ライフサラでは主に環境に優しい商品を取り扱っています。ウェブサイトからの注文も可能です。よろしくお願いします。バイバーイ。